はい、こんにちは。にゃんにゃん忍び、はじめの忍びパッケージを買って、で、試練50に挑む、そういう動画です。はい。日光の術か。これはまあまあいいですね。頭巾は、回復いいですね。はい、それでは、おにぎりがめっちゃ溜まったんで、ガーッと溜めまして、猫屋敷的にこれ好きなんですよね。装備が、まず合成、紫が火球と光線、さらに合成表層か。さらに、はい、それでは、準備が整ったところで、はい、50層に挑戦です。氷に、強い、麻痺に強い、氷の盾がある。はい、では、相手は氷に強い、どうしよっか。では攻撃、範囲 70% 美味しいんで、これにしましょうか。竜巻を取ることができなかった。相手は麻痺に対して強いですけれども、こちら、雷特化です。ボスがどこだ？ボス、この子かな？塗り壁いないんで、さらに遠慮なく、それと悩んで、では岩にしましょうか。欲しいのがこんかった。それでは炎にしようか。はい、いきます。はい、抑え込めていますね。ボスがカッパ。ウェーブさんの雑魚キャラに塗り壁がいてもいいけれども、ボスが塗り壁だったら負けるだろうな。塗り壁いるじゃん。それでは、こうしましょうか。もう、あえて。はい、いきます。
雷10まで育てられましたけれど、エフェクト的には、面白いもの取れなかったなと。塗り壁が迫り来る。ボスは猫。この塗り壁軍団に手も足も出ない。迫り来る塗り壁。圧迫感。猫は倒した。あとはこの塗り壁をどうにか月光の術で片付けることができるのか。激流層が出ない。出た。よし。はい、ありがとう。あれ、韓国語喋ってる。珍しいからスクショ撮っとこう。はい、忍びの塔、最高記録更新です。ではでは。ちなみに、あ、これあげられますね。はい、ではでは。